はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ第11回ですね、やっていきたいと思います。私欲の鍵を作り出したので、ここが私欲の鍵だと思いますので、使って先へ進んでいきたいと思います。ハンドガンの弾56発の、肉が1個あるんだけど、肉しかない。上質な肉か。あと普通の肉もあるね。なんか作れっかな。鍵外したけど、ちょっと早速ですけど。ああ、いい。見ていきましょう。食材。鶏肉。あ、これいけそうだな。ガードダメージ。魚が持ってないんだよね。高価な鶏肉。上質。幻の魚。まあいいや、作れるもんか、作っていきましょう。はい。すべての食材が揃いましたな。では早速。この調理の音とか聞かなきゃいけない。カットできねえし。お待たせしました、スタミナ盛り。あなたの分も。自分の分も作ってるってことだね。ガード時に受けるダメージ減少。もう一度味わいたいものですな。まあまた食材持ってきてやろう。非常に良い食材でした。どうも。ちょっと銃詰めよう。スナイパーライフル。よし。オッケー。あれ毎回毎回言うけどさ、マジで装備してない。はい、オッケーです。で、ハンドガン。ハンドガンは変えてあります。あ、ちょっと待って、マジ獣道だな。いきなり獣道だぞ。本当合ってんのかこれっていうくらい不安。ちょいちょい吊るされてるよね。あれって誰だ。人形がいるってことは人形使いドナだっけ。ん、なんだこれ。あ、木か。ムカデみたいに見えた。無縁墓地。なるほど。ちょっとカラスはさすがに倒せん。閃光弾とかで一掃できないかな。グレネードランチャーの弾だけ手に入れたからね。あとマグナムも。待って待って待って、こっちとかなんか行き止まりになってるところとかに何かアイテムがあったりなかったり。これこっちに降りるってだけだな。ここで戦闘になった時はただちょっとここくる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 回って間合いは取れそう。これは橋か。橋を渡るか。下なんだっけ。あ、クランク橋。クランクを持ってるわけじゃないからね。大丈夫かこれマジで。こういう橋作った人すごいよ。橋ってどうやって作るんだろう。支え何にもないよね、あの下の支えは。ロープと板だけでなんとかなってるけど。あ、建築士さんとかが作る。何、あ、ミア、何何何。イーサン、ついてきて、伝えることがあるの。ミア消えた。そんなバカな。なんだ、幻覚を見せんのか今回の敵は。どっちだ、入るか、宝を取りに行くか。いや多分取れる。ローズは普通じゃない。待って、イーサン、なんとかしないと。あ、いけねえや。何なんだこれは。やっぱりローズはあれか、エブリンの力を受け継いでんのかな。みんないなくなる。ローズでさえそんなの耐えられない。ミアなわけない。商品に向かっている。いや、ミアとかいうよりは宝。ちょっと怪しいとこに出てきた。なんだ。いや、めっちゃ行ってるけど大丈夫これ。待って待って、ベネビント。
ベネビエント、1987年から96年ってそんなに長生きしてないね。すぐ死んじゃったのかな、なんか病気か何か事故か分かんないけど。どうかしてる。時計台がある。あー、ここの副葬品はでも多分イベントを終えないと取れないかな、さすがに。まあそうだね、ちょっとこの上にも登れないし。これなんだ、でもこいつなんか鍵持ってるって言ってなかった、あいつの思い出を捧げよう。思い出、え、マジでここで使うの、家族の写真そんなんある。いやマジかよ、よく刺そうと思うよな。あ、てかポストか、は、どういうことだ。いやマジで、え、どっか行っちゃった写真。これだってさ、あ、この中に入っちゃってんのか、扉の中に。回収された。まあいいや、思い出は心の中に。またなんかちょっと嫌なとこに出てきたな、何もなさそうだから入るか。押す。エレベーター電、お、待て待て待て、消えちゃったよ、ふざけんなよ。電気は通ってるよねって。え、待って待って、なんだ、一緒に来ていいさんは、やばい、ちょっと今回の敵結構やばいぞ、幻覚みたいな。上に来て、え、同じ場所じゃないよね。先へ進んでる。あー、ベネビント邸か。滝がすげえ、めちゃくちゃ絶景っぽいけど、ちょっと怖いよねこんなとこに住むのは。ベネビント邸、家か。城と比べれば狭そうだけど、なんか地下とかに伸びてんのかな。だって言うて家でしょ。横から行く、天の弱。樽は壊せない。こっちは、あ、なんかいる、一応壊しとくか。9発、まあ入ろう、正面から正々堂々と。電気は通電している。電気代とか払ってんの本当に、誰に払うの電気代。超やだよね、あの滞納したらここまで来てさ、電気代払ってくださいよって、その前に死ぬよね。ここまで来れない。あー、なんかちょっと空いてるけど、ホール。あー、人形使い、なるほど、なくなっちゃったから人形で代用したりしてんのかな。この壺は壊せるやつかな。やつ壊せねえな、いけない。これなんかね、飛び出てるけど何、糸か。奥に扉、その前ちょっとここら辺なんかないか。レコード、アイテム自体はなんかあるんだよね、上とかにもありそうだけどね。なんか紋章みたいなの、花これ。え、なんでこんなとこに貼ってあんの。2階へ行くか奥へ行くか。ああ、人形がある、超怖えなんでこんなとこに置いてあんだよ。あ、こっちも部屋だね、めっちゃ普通の家だな。なんかある、閉めるか、なんかあったわけではない。
カップは飲んだ跡があるね。コーヒーだかなんかそんな感じのもの。いや、あの人形が怖え。何なんだ。ここでもアイテムがあるわけじゃないのか。いや、マジで嫌なんだけど、何これ。渡しませんよみたいな感じになってる。ファイルがあるか。でもこれなんだ、なんかあれだね。え、拡大縮小。いやー、わかんねえな。言うてもなんか読めるわけじゃないって。なんかちょっとタンポポのでっかいバージョンみたいな。てかさ、デュークこっちまで来ねえかな、この家に。デュークがいないと不安でたまんないんだけど。そしてここへ出てくる敵が一体何なのか。今のとこ何もいないから逆に不気味だよな。アイテムすらないからね。これエレベーター、ここ開けられんな。え、嘘、開けらんない。こっちからすら開けらんないの。いや、ちょっと2階も行きたかったけど、いいや、降りよう。え、降りてる。あ、降りてるか。いや、この中も怖えよな。てか家にエレベーターがあるのもまたすごい。ここはどこだ。ベネビント邸でなんかあそこの鍵を回収したいけど、正面に行くか左に行くか。いや、だってめっちゃ電気ついてるよ。普通真っ暗でしょう。調べる。アルカロイド。え？だけ？それがなんか幻覚を引き起こす作用してんのかな。おー、ただ何にもないね。ここはアイテムがありそう。まあいいや、行こう。いや、なんだ、逆に静かすぎて不気味だな。どうする。なんかアイテムがありそうでない。ここちょっとめくれてないいうか、関係ないか。壊せるものとか、この花瓶とか壊せんのだって。あ、これあれだ、なんか乗ってたね。これさすがに無理か。この花瓶も無理でしょ。開けらんない。さあ、そして、いや、怖い。この花がちょいちょいあって今回のキーアイテムになりそうだね。なんか人形、うお、ここで人形作ってたのか。はっ、待って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 。アンジー、ずっとあなたを待ってたの。私、ローズよりいい子だよ。お願い、アンジーのパパになってよ。何？
待て、俺の銃は。え？は？マジで？そんな、まず全部パクられたんだけど。え、どういうこと？鍵かけられてる。あ、鍵かけられてる。いや、マジか。ガードはできる。これはなんだ？ミヤか？え、ちょっと待って。どうすればいいの？なんかポーズを決めればいいのかな？ちょっとやめよう。わかんねえから。そんなことより、あ、でもタイプライターあるってことは、ここは安全地帯なのか。設計図みたいなのがあるの。口、右目。目がちょっと1個入ってないね。あ、これは、ゲ。ミヤ。どうすればいいんだ？これは、ミヤの人形。怪我まで再現されてる。とはいえ、これこっち行けるのなんか鍵必要そうだけど、なんもねえよ。キーアイテムすら、すべて、トレジャーすらパクられてんだけど。俺の、木彫り返せ。ってことは、ちょっと一回セーブだけしよう。まあ、セーブした後はね、ちょっと安心感がある。なんかすぐ死んでも大丈夫そうだなって思う。あれ、どっちから来たんだっけ？こっち行けってこと？あー、なんか、はめるのがあるね。いや、持ってないよ。もう少しこの人形の部屋を探索するか。そうするとこっちだって行けないもんね。で、銃とかナイフがあるわけじゃないから、ちょっとそうやってガチャ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 やって調べらんないんだよな。これは？え？鍵がかかってる。あ、こっち、どっち？え？俺今これ調べたんだけどさ、あ、やっぱ扉やってるよね。感度だいぶいいな。え、ミヤの人形やっぱなんかしなきゃいけないのか。ピアノ。まあ多分、写真がヒントなんだろうけど、これと同じ感じにして、同じ感じも何もさ、わかんなくねえ。だって。これしか映ってないんだから、首だけ動かせばいいのかな。右目を調べる。いやいやいや、眼球の移動とか。は？調べる。いや、アイテム包帯が固められている。道具が必要。ちょっと調べられる箇所が多すぎだろう。あ、指輪を外す。どうやって外すのこれ。おら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 。あ、外れた。あ、ちょっと待って。血濡れの指輪。あ、血濡れになってんのか。左足を探る。操作視点。外れる？外れた。鍵がある。ゼンマイ。バラしていくの。じゃあちょっともう少し調べられるもん調べとこう。こっち調べるか。肩。どうだ？なんかあるか？外す。おお。金の鍵。ちょっと待って。なんかやべえんだけど。外そう。これは？ちょっと待って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 。どういうこと？口を調べられるな。口元を動かす。
使用するのはこれ多分ゼンマイだよね。どこか見覚えがある。道具がないと取り出せない。あ、そういうこと。なんか落としない。大体さ、このセーブポイントで襲ってくるのは多分ないと思う、さすがにね。でこれも多分剥がすものがないとダメで、血濡れの指輪はなんか見れないかな。あー、ちょっと血で血を落とさないとダメか。で行けるところちょっと行こう。ここは銀の鍵。てか武器がなくなった意味がマジでわからん。あ、これあれじゃん、トライセルだっけ。マーク、ただしマップはある。アイテムはない。向こう側から施錠。え、だってアイテムないっしょ。向こう側から施錠。いやいや、だからさ、反応良すぎだって。っていうか、じゃあここはなんだ、何のためにあるんだ。水道で、あ、よし、これで血濡れだな。落とそう。水も通ってるね。水道代ちゃんと払っとけよ。結婚指輪で、多分ね、パターンからして結婚指輪の中側にね、数字が書いてあるのよ。ほら、ちょっと難しいんだけど、どうすればいいんだ。こうか、052911。あ、これパターンだね。で、ここが開くはず。05 29、下から行った方がいいな。え、3しかない。あ、9か。え、0529いくつだっけ。11だっけ。開いた。まあ開いたはいいんだけど、まあまだいいか、大したことしてないから。え、待って待って待って、一応出れるようになって、は、あ、あれが閉まった音か。え、開いた。行けなかったところが行けるようになっている。これなんだろうね。特に何もない。オルゴールみたいなのが。どうしてここに。え、ゼンマイだ。いや、わかんねえ。これはわからんよ、さすがに。あ、傷がついてんな。うまく動かない。何かが間違っている。シリンダー選択、入れ替え。え、何入れ替えって。あ、バツで入れ替え。ああ、1、2、3、ここまでか。え、なんかわかんねえな。この傷がポイントなんだろうけど、どうでしょうか。一番左、これとこれなんか並び一緒っぽくない。で、こう、あ、端から合わせてこう、こうだな。で、これ一番左かな。なんか違えな。これ、この隣？
こか。え、わかんねえ。とりあえずここで回してみよう。違う。てかヒントがなさすぎる。これとこれだってくっついてないもんね。でこれ何にもないから、これとこれくっついてんな。だ全部が全部くっつくわけじゃないんだよね。これとこれでもくっつきそうだよね。でこう？ちょっと回してみっか。お、回ったっぽい。ピンセット、あ、これで取りに行けんのか。でピンセットで取りたいんだけど、ちょっと、まあ、敵も出てこないけど怖いよな。走ってこう。怖い怖い。ここは多分安全で、口元だけ調べて、口元動かしてピンセット、これはフィルム。なんだ、ここ？だけ？ちょっとフィルムを見てみるか。射影機がどっかにあんのかな？なんかクマのぬいぐるみだね。もう別になんてことはない。まあどっかで再生するといったところか。これなんだっけ、封印された扉。これなんかバツついてっけど、もういけないのか、戻れないってこと。準備室、あとできること、銀の鍵は隣でしょ。結婚指輪はもう見たから、クレストにはめるものだな。要はこれをどこで再生するか。これ再生する機械じゃなさそうだし、ここはまあ顕微鏡しかないかんね。顕微鏡じゃ再生できないっしょ。あ、準備室。うん、でも閉じられてるからな、こっちが。向こう側から施錠だから。うん、やっぱちょっとこの赤いところに、書斎とかに行ってみる？いや、またちょっとだいぶホラー要素が。出てきて、これだってピアノでしょ。ここに射影機みたいなの、これミシンでしょ。これ釜でしょ。でまあちょっとラジオみたいなのがあって、ここはまあ机で、あれか、あこっちか、開けらんないしね。であっちは多分丸いクレストがないといけないから、いやーまあちょっとなんかだいぶ怖くなったんで、ここちょっと次行ってみようと思います。そんなわけで、ベネビント教みたいな家に来て、身ぐるみ剥がされちゃってかなり怖い状況にあるんですけれども、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。